皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。今アップルファンのね、話題をさらっているのが AirPods Max なんですけれども、まあ、あまりにもね高価なので僕は指をくわえて見ているだけなんですが、その代わりといってはなんですけれども、今回はですねこちら AirPods Pro のお話をしていきたいと思います。まあ、なんで今更 AirPods Pro なのっていうことなんですけれども、まあ、それ単にね、僕が1年遅れでつい最近 AirPods Pro を買ったというだけの話で、もう何を今更っていう感じなんですけれども、まあ、個人的にはですね12月の初めから使い始めて約2週間使いました。ということで2週間使ってみてのね使用感、これをねレポートしてみたいと思います。まあ本当に1年遅れですので、いろんなレビューアーさんが AirPods Pro に関してはレビューされていますので、まあ今更感すごく大きいんですけれども、僕の場合はですね初代の AirPods、まあ、1と今回呼びましょう、 AirPods 1から AirPods Pro に乗り換えました。で同じようにですね AirPods を今も使っていて、でどうしようかな、 AirPods Pro に乗り換えようかな、でも今更なんかなと思っている方多分おいでると思うので、そういう方向けにね今回は AirPods から AirPods Pro に乗り換えてどんなことを感じたのか、そういった話をね中心に2週間使ってみてのレポートをしたいと思います。それでは参りましょう。でまずですね最初に AirPods から AirPods Pro に乗り換えて戸惑ったこと2つ、これをご紹介したいと思います。その1つ目がですね取り出しにくさなんですよ。これねどういうことかちょっとご説明すると、 AirPods 1、まあ、2も同じだと思うんですが、音の出る部分がね外向きに収納されているんですよね。そしてこの音の出る部分の周りですね、ここが若干エッジが立っています。なので取り出す時にですねこういう風にちょうどここに指が引っかかるので、こういう風に僕はいつも取り出していたんですね。この頭の部分ね横から見ると三角になってるじゃないですか。こういう風に取り出そうとしたら滑って絶対出ないんですよ。なのでこの音の出る部分、このエッジに引っ掛けてこういう風に取り出していました。ところがですね AirPods Pro っていうのはまず根本的にですね音の出る部分が内側に向いているんですね。でしかもですねその音の出る部分がイヤーチップ、柔らかい素材なんですよね。なのでこうはつまめないんですよ。絶対につまめないんですよね。でこういう風に取ろうとするんですが、ここがね非常におにぎり型三角形になっていてつまめないんですよ。滑ってなかなか取れないんですよ。でこれでまず最初ね困惑しまして、これどうやって取り出したらいいのかなといろいろ調べたらありました。 AirPods Pro ねこういう風に取り出すといいそうです。蓋開けますよね。そうするとここに穴が開いてますよね。蓋の部分にへこみがあります。ここに指を入れて手前に引っ張ると、そうするとポロッと出てくるので取れるっていうんですね。これ上に持ち上げようとすると滑りますので、この蓋の穴の部分に指を入れて手前に引っ張る、こういう感じです。まあ、ということでですね取り出しにくさは解決したんですけれども、もう一つ困惑したことがあって、それは何かというと耳からポロポロ落ちるんですよ。でねこれ意外に思われる方多いと思うんですね。っていうのは AirPods 1、2ともですねこういう硬いプラスチック製でしたので、この形に耳が合わない人必ずいて、どうしても合わないっていう人結構おいでたんですよね。それで AirPods をもう諦めるという人もたくさんおいでたみたいなんですけれども、僕はですね奇跡的にもう僕の耳のために作ったんじゃないかというぐらいぴったりだったんですよ。落としたことほとんどないです。なので AirPods でねこういう状態なんですから、カナル型になったAirPods Pro 合わないはずがないと思ってたんですよ。ところがですねこれがねなかなかフィットしないんですよ。ポロ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 落ちるんですね。でよくこれ装着したまま何か聞きながらですね家事炊事なんかするんですけれども、お皿洗ってる時にポロッとこう流し台に落ちたりもしたんですね。はい。でまずはイヤーチップをね変えてみました。小さいものも大きいものも合わせてみたんですが、どうしても合わないんですよね。でこれどうしたらいいのかなと思ってた時にたまたまね気がつきました。この棒の部分ですね、ここがこの耳のくぼみにジャストフィットすれば
ぴったり合うということを発見したんですよ。で、普通こう耳に刺して使いますけれども、この刺しただけじゃなくて、これをねぐるっとちょっと回してやっていくとピタッと収まるとこが僕の場合は見つかったんですよ。で、それ以来ですね、落ちなくなりましたが、それは左耳の話であって、実は右耳の方は未だに落ちます。まあ、ただね、僕は右耳が全く聞こえないので、右側の方はもうほとんど使うことがないので、まあそれで事なきを得ているんですけれども、ちょっとね、もし AirPods Pro が耳に合わない、やっぱり落ちるという方は入れてぐーっとこう回してみてください。そしたらピタッと入る位置があるかもしれませんので、あればねそこで止まると思いますし、ない場合はこのイヤーチップですね、 Apple の純正のものではなくてサードパーティー製のものの大きさの違うもの、これをもう試すしかないと思います。はい、以上2つが、AirPods Pro を最初に使い始めて戸惑った2点なんですけれども、ここからはですね、使い始めてねこれいいなと思った部分、これをね紹介していきたいと思います。で、まず1つ目が操作性がいいっていうことです。この棒の部分に平らな部分がありますよね。で、ここをつまんで操作するんですが、これがね非常にね分かりやすくていいんですよね。ここを1回つまむと再生開始もしくは停止ですよね。で、2回押すとダブルクリックするとスキップ、3回押すとトリプルクリックすると元の曲に戻るという操作ができるんですが、これあれですよ、これね懐かしいですよね、イヤーポッツですよ。イヤーポッツの操作をするここの部分ね、これがまさしくその操作同じでしたよね。1回押すと再生もしくはストップ、2回押すとスキップ、3回押すと元の曲に戻るっていう、あの操作ですよね。これがね非常に分かりやすくていいんです。で、それが AirPods 1の場合はタップでしたよね。この部分、この部分ですよね。はい、ここをトンとタップすると、まあ、iPhone の方で設定いろいろできるんですけども、何らかの操作ができるっていう、左右の AirPods に操作を割り振りすることができるんですけれども、結局ですね使いにくくて、 iPhone や Apple Watch で曲のスキップや停止っていうのは操作していました。結構ね誤作動というか、あまり反応してくれないことが多かったんですよね。それと音楽聴いている時にここトントンすると結局叩いた音が耳に入るんですよね。 AirPods Pro の場合はそういう叩いて操作するのではなくて、ここをつまんで操作しますので、視聴をね邪魔するっていうことがあまりない、これもね魅力の一つだと思います。で、さらに言うとつまんだ時にねカチッと音がするんですよね。で、あるいは長押しするとノイズキャンセリングと外部音取り込みモードの切り替えなんですけれども、外部音取り込みの場合はピコンっていう高い音で反応してくれて、ノイズキャンセリングに入るときはポンっていう低い音で反応してくれて、それもね分かりやすいですね。とにかくね、 AirPods よりも AirPods Pro の方が操作性という面では僕はねかなりいいなと思っています。はい、いいなと思った点2つ目なんですが、それはですねケースの小ささです。でね、ケースの小ささが何か問題になるんですかと思う人おいでるかもしれませんけれども、ワイヤレスイヤホンにおいてケースの小ささってすごく重要な部分だと思うんですね。っていうのは、ワイヤレスイヤホンの場合は使い終わったら必ずほぼ 100% ケースに戻しますよね。ということはですね、どこに出かける場合でも AirPods Pro を使おうと思えばこのケースごと持っていくわけですよね。そして AirPods Pro を使っている間はケースはポケットの中にあるわけですよ。あるいはカバンの中には絶対あるわけですよね。ということはですね、ケースは小さいほどいいわけですよ。で、AirPods が出て以来、各メーカーさんがいろいろなワイヤレスイヤホンを出していますけれども、その中でも AirPods、それから AirPods Pro、ケースね、最小の部類に入ると思います。まあね、AirPods 1と比べると AirPods Pro ってちょっとケースが大きくなってるんですけれども、それでもね、この大きさっていうのは、このノイズキャンセリングがあっていろいろ高機能なワイヤレスイヤホンの中ではこのケースってね、もう極小レベルだと思うんですね。はい、そういった点もね僕は気に入っています。で、このケースに関連してですけれども、僕は AirPods 1から乗り換えましたので、ワイヤレス充電が使えるようになったんですよ。これがね地味に嬉しいですね。ご存知の通りね、 AirPods Pro っていうのはライトニング端子がついているんですけれども、まあライトニングでね充電することもできるんですが、やっぱりね無線充電楽ですよ。
で僕の場合はね iPhone を充電するためのアンカーパワーウェーブ10スタンドタイプのね無線充電器を使っているんですけれども、実はこの AirPods Pro 縦にするとそこに置いて充電できるんですね。 iPhone を充電していない間ポンとねそこに乗せておけば充電してくれるので、これ非常に便利です。はい、いいなと思った点4つ目ですね。ここからはですね AirPods Pro の真骨頂、そういった部分をお話していきたいと思いますが、ノイズキャンセリングですよ。もう何はともあれノイズキャンセリングです。で僕は実はノイズキャンセリングというものをこのイヤホンで初めて体験しました。 AirPods Pro をですねつけてでペアリングしてスッとね音が消えるんですよ。もうこのねスッと消えていく瞬間がすごく気持ちいいですよね。没入感というか、よくあの精神と時の部屋の例えが出てきますけれども、本当にあんな感じですよね。外部のいろいろな電子機器の小さな騒音なんかがスッと消えてしまって無音になる、これが本当にね素晴らしいですよね。はい、で僕の場合はですね左耳しか聞こえないんですけれども、 AirPods はですね片耳でもノイズキャンセリングが使えるというのが非常にいいところでもあるんですよね。でノイズキャンセリングができると何がいいか、何が便利なのかっていうところをお話したいと思うんですが、いつもね例えば僕は家事をしている時に AirPods Pro でオーディオブックとかポッドキャストを聞きながら炊事とか洗濯するんですけれども、以前はねこの AirPods 1をつけてそういうことをやっていました。ところが家事ってね結構大きな音が出る瞬間があるんですよね。例えばですねお風呂を洗っていて最後にねシャワーでザーッと流すとき、シャワーの音ってね結構うるさいんですよ。あるいはね掃除機ですよね、もう掃除機はもう圧倒的にうるさいですよね。でそういった瞬間ってこの AirPods だとボリュームを上げないと聞き取れなくなるんですよ。ところがノイズキャンセリングがあるとボリュームを上げなくてもちゃんと聞こえるんですよね。でボリュームの上げ下げって例えば手が濡れてたりするとねやりにくいじゃないですか。まあ、もちろんね Siri に頼んでボリューム上げてっていう操作もできるんですけれども、その操作すら必要なく掃除機をかけようが何をしようがずっとね聞き取ることができるっていう、これがね本当に素晴らしいですよね。またね家事だけじゃなくて例えば iMac で動画編集するときなんかも僕は最近 AirPods Pro を使っています。で動画編集はやっぱりねパソコンかなりパワー食うのでファンが回り出すんですよ。そうすると結構うるさいんですけれども AirPods Pro を使うと無音になりますね。ファンの音は全く聞こえません。でその分ね動画に録音されている音を細かくね聞き取ることができます。またね先日ノイズキャンセリングでちょっと一つ発見したんですけれども、毎朝ね僕ウォーキングあるいはランニングをしてるんですけれども、そういう場合は後でお話しますけど外部音取り込みモードで使ってるんですね。後ろから車が来たりしたら危ないですので、ウォーキングやランニングの時っていうのはノイズキャンセリングはやっぱりできないですよね。で外部音取り込むモードで先日ウォーキングしていて風が強かったんですよ。そうすると風切り音、動画撮影してたりしたらねボーボーってこうマイクが拾ってしまうあの音ですよね。外部音取り込みモードだとあの音がしてしまうんですよね。で聞き取りにくかったので試しにノイズキャンセリングしてみたんですよ。そしたらね風切り音消えました。これちょっと感動ですよね。まあ危ないので外でノイズキャンセリング使うときは十分ね安全な状態だというのを確認して使っていただきたいんですけれども、あ、風切り音も消えるんだっていうのを発見しました。はい、いいなと思った点5つ目です。先ほどね、ちょっと話が出ましたけれども外部音取り込みモードですね。 AirPods 1の場合はこれは密閉はされていないので、例えば音楽聴いていてもある程度ね人の話っていうのは聞こえますし、聞き取りにくい場合は音楽を止めればそれで普通に聞こえるんですね。いい意味で隙間がたくさん空いてますよね。ところがね AirPods Pro だとこれ耳栓と同じなので一旦耳に入れてしまうと音楽を切ってもですね人の話が聞き取りにくいんですね。なんかこもったようになるんですね。で外部音取り込みモードにするわけですが、このね外部音取り込みモードが本当に秀逸で、まあ、これねチューニングの妙だと思うんですけれども、例えばね音楽を聴きながらですね話しかけられると普通ね音楽と話し声がごっちゃになって聞こえてくるはずなんですよね。ところが
このね AirPods Pro のね外部音取り込みモードってね、もちろん一緒に聞こえてくるんですけれども、人の話し声は話し声で、音楽は音楽で別々にね聞き取りやすいんですよ。これ不思議だしすごいですよね。変な言い回しなんですけれども、このね AirPods Pro の外部音取り込みモード、自然な状態以上に自然に聞こえます。これね上手い表現がないんで、もう実際に使ってもらうしかないんですけれども、それぞれの音が聞き取りやすい状態で聞こえてきます。いや本当にすごいですよ。でしかもね操作が先ほど言ったようにこうつまむだけですので、どうしてもね話しかけられてうんってなった時にはポンとこうつまめばそれで OK なわけですから、こうトントンしてあれ止まらないっていうのではないので、すごくねその辺もいいですよね。はい、あとねいいなと思った点が6番目なんですが、それはですねデバイスの自動切り替えですね。でこれはね Apple のデバイスに限られるわけですけれども、 iPhone、iPad といった Apple のデバイスを複数使っている方には本当に便利な機能だと思います。でただねちょっとねまだね誤作動が多いんですよね。誤作動というか作動しない場合もあるんですよね。 Apple の純正のミュージックのアプリとか、あるいは Apple TV なんかは割と反応がいいんですけれども、Amazon 系ですよね、プライムビデオとかプライムミュージックとか、あるいは YouTube、 こういったものはねちょっとね反応が今一つなんですよね。まあとはいえですね、いちいちペアリングをしたり解除したりっていう手間がなくて、どん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 デバイスを切り替えていけるのは非常に便利だと思います。まあもうちょっとね精度を上げてほしいですね。で今一つちょっと不満を言ったんですけれども、いまいちな点を一つだけ挙げたいと思います。それはですね AirPods Pro が悪いわけではないんですよ。この AirPods Pro にはねもう一つ優れた機能がありまして、それは空間オーディオなんですが、これね、僕も試してみたんですけども、本当にねびっくりするような映画館にいるような音になるんですよね。僕は片耳聞こえないので、どちらの方向から音が鳴ってるかっていうのはこれをつけてもわからないんですけれども、明らかに重点を響くような音になるし、映画を見てるとですねものすごく迫力が増すんですが、残念なことにねその空間オーディオを活かしたコンテンツがあまりにも少なすぎる。で今のところそれをね活かしたコンテンツっていうのは Apple TV で配信されている、もしくはねレンタル、あるいは販売されているものがメインなんですけれども、長いことですね Amazon プライム入っていて、プライムビデオで映画見放題に慣れ親しんだものにとって Apple TV ってなんじゃこれってなるんですよ。要するにね見放題のサブスクなのかなと思って入ったら違うんですよね。あそこはレンタル、あるいは映画を売る場所であって、無料で見れる映画ってほとんどなくて、大体は Apple のオリジナルドラマなんですよね。でしかもねそのレンタル料がね結構高いんですよ。で僕は今 iPad Air 4を買ったので1年間無料ということで Apple TV を使えているんですけれども、今の状態で多分ね月額600円払って Apple TV 入るかって言われたら入らないですね。あまりにもコンテンツが少なすぎる。でこの AirPods Pro の空間オーディオなんですが、こんな素晴らしい機能もっとどんどんね試してみたいんですけれども、残念ながらこれを試せるコンテンツが、無料コンテンツがですね少なすぎるんですね。そこね本当にちょっと Apple さんお願いしますよ、なんとかしてください。それが AirPods Pro に関連するいまいちな点でした。それ以外はね本当にね、僕は今のところ AirPods Pro に関しては不満は全くありません。まあ値段がちょっと高いっていうことぐらいかなと思うんですが、それでもね3万円っていう金額、この性能に僕は納得できました。はい、ここまでね、AirPods Pro を使い出して2週間経っての、まあ、感じたことなどをお伝えしてるんですけれども、あれイヤホンなのにあのことについて触れてないなって思った方おいでますよね。そう、音質です。で音質に関してはですね、これはもう本当に好みの問題なの でしかも僕はそんなにいい耳を持っているわけではないので、とやかく言うのははばかられるんですけれども、大体のレビューアーさんが言ってることと僕も意見同じで、 Apple の AirPods にしても AirPods Pro にしても大体全ての音域でフラットな感じ、特に高音が伸びるわけでもなく低音が響くわけでもなく、全ての音域でフラットな感じで、これはもう好き嫌いその人の好みによると思うんですね。
で、僕は嫌いじゃないです。っていうのは、僕の AirPods Pro の使い道として、音楽再生よりも、ポッドキャストやオーディオブックを聞く方が多いということに関連しているんですが、変にね、特定の音域をアレンジして強めるような音よりも、僕の場合は全域にフラットで、人の話し声が聞こえる方がいい。という人間にとってはね、この AirPods Pro 非常にいいんじゃないかなと思います。ただ個人的にね、不思議なのは、これね、よくレビューアーさんが低音が弱いって言うんですけども、空間オーディオで映画を見たら低音めちゃめちゃ強いんですよ。やればできるんですよ。要はね、アレンジの妙なんですよね。わざと全音域フラットに作っているんだと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ今回はですね、AirPods Pro を2週間使っての、まあ、僕の個人的な感想、特にね、以前 AirPods 1を使っていたので、そこからの乗り換えですので、まあ、AirPods 1と比較してこうなんですよっていうお話を中心にやってきました。まあ先ほどもね、ちらっとお話したように、3万円する値段に相応する機能なのかどうなのかっていう点はですね、まあ個人の感覚それぞれだと思うんですけれども、僕はね、いい買い物をしたんじゃないかなと思っています。それに今ほら、オーバーイヤーヘッドホンではありますけれども、かなり高額なヘッドホンがアップルさんからね、登場しましたよね。で、あれが出てしまうと AirPods Pro 結構お得だなって思い始めたんですね。っていうのは、 AirPods Max でできることって基本的に AirPods Pro と同じですからね。もちろんね、ノイキャンの性能とか向こうの方が圧倒的に上だとは思いますけれども、空間オーディオにしても、ノイズキャンセリングにしても、デバイスの自動切り替えにしても、すべてね、できること基本的には同じですので、それを考えるとね、これかなりお得なのかなっていう、なんかこう錯覚なんですけれども、そんな感じがしています。この動画が面白かった、参考になったという方は、高評価、チャンネル登録、そしてベルマークをポチッとしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。